兄弟们接上期投稿，有个好奇宝宝问阿婆什么是快乐符，这个版本的快乐符好玩吗？啊，带着那个好奇宝宝的疑问，我跟兄弟们说一下，快乐符就是不氪或者少氪的服务器，跟同款的游戏同样的玩法，也能带来不一样的体验，少花钱也可以买到正版服买不到的啊。同样是玩跟打发时间，但是不会影响生活，想玩的时候我就拿出来，不玩的时候我就丢掉啊。还有个好奇宝宝就问阿婆，你现在推荐的这款游戏好玩吗？啊，阿婆只能跟你说，每个人对游戏的看法跟玩法都不一样，你如果是那个好奇宝宝想玩阿婆视频同款的游戏，你就告诉阿婆，我也会第一时间分享给你，让你体验啊，如果你觉得不行，那咱就换别的。啊，咱们对生活是认真的，对于虚拟游戏当作打发时间就好。啊，本期带来的是死神手游超神觉醒免费充值版。什么是免费充值版呢？就是 0.1 米版本，每日送648代金券，不需要花米也可以玩得贼舒服，欢迎大家来试读。こいつでてめえらを、そう、俺の名は芝空閣。ビビったかガキども、花火師だ。お前ら全員で一時的に障壁、こがしょうがねえな。なんか質問あるやつ。んじゃあ早速。そんなに大事か。別に。じゃあなんで？借りだよ。なんだよ。け、俺も練習する。俺はこれからじ、イメージだ。その中心めがけて。バカ野郎、さっさと霊力を固めやがれ。ルクサ、バカ野郎、気を散らすんじゃねえ。え、よし、揃った。奴は僕に任せろと。ビビったかガキども、面倒事は大好きだから。
封印心の誇りにかけて。し波動の63大砲残念でしょ。私は引くわけにはいかない。私は引くわけにはいかない。俺に力を貸してくれ。俺は勝つぜ。手をつけて持ってこいよ。なんだ俺の兄ガンジュ。いいから姉ちゃんも黙って聞いててくれ。ボロボロになって死にかけたその死神に嬉しそうに。てめえは他の死神どうやらか。逃げつばれ。